一体どういうおつもりですか。赴任したばかりの補充兵を地雷原の偵察に向かわせるのと無謀もいいところです。あの地雷原には手こずっていてな、一刻も早く詳細な調査が必要だった。あいにく手がなくて仕方なくだよ。彼らは私の支配下です。師団長とはいえこれは明らかな一件行為です。そう目くじらを立てるな。君の側近もヘンリーに君に伝えるように言ったはずだが、ヘンリーどういうことだ。はっ、お伝えしようとしましたが中佐殿がお忙しそうでしたので後でもよいかと判断いたしました。貴様何をなさるのですか。貴様の判断など知らない。情報の遅れがどれだけの兵の命を奪うと思ってるんだ。貴様のようなやつがいるんだ。ヘンリーも赴任してまだ慣れてないだけだ。だけ、その調子でどれだけの兵を失ってきたと思ってるんですか。あなたは戦争の素人だ。これ以上素人が口を出さないでくれ。我々戦場のプロに任せてくれ。いいな、軍法会議でも何でも送ったら、その場であなたの今までの物ぶりを全て暴露して。失礼します。もういいところへ来た。キム、君にも聞いてほしい。彼は関係ない。軍法会議にかけるのは私一人で。軍法会議、何を言っとる。そんな話をしようとしてるんじゃない。何、命令だ。テキサス大隊が防御山中で軍軍の包囲の中孤立している。それを救出してほしい。テキサス大隊、なぜ我々が。確かテキサス大隊の後方には二個大隊が待機していた。それが思うように救出できずにいる。地理的不利と敵の激しい抵抗にあってね、すぐに向かってくれ。待ってください、我々はもう8日間も不眠不休の戦いを続けています。すぐにと言われましても。こうしてる間にもテキサス大隊は全滅の危機に直面している。一刻の猶予もない。いい加減にしてくれ。日系人部隊の消耗品じゃない。彼らはアメリカ国民なんだ。私は断固としてるさ。お前は黙ってろ。行きます。おお、行ってくれるか。この作戦を成功させれば君たちは永遠にアメリカ陸軍史上に名を残すことになるだろう。私はまだ中佐、無駄ですよ。我々に残された道は全身あるのみです。聞けば国に残した彼らの家族に危険が及ぶでしょう。彼らはやりますよ。その通りだ。ミラ、君は何も分かっておらん。この作戦の成功は日系人たちの未来がかかっておるんだよ。了解しました。そうか、分かってくれたか。頼んだぞ。テキサス大隊約300名の命を救ってくれ。一刻も早くだ。部隊にはオイル上院議員のご子息がいる。どんな犠牲を払っても生還させる。そのために検討を祈る。ヘンリー、お前も来い。なんで私は。お前は大佐の目の代わりだ。この戦いがこれから一体どうなるか、その目でしっかり見極めて。そこにいる己の出世欲しかない無能な将軍だろう。伝えろ。失礼ですよ、大佐に向かって。いいから来いよ。準備だ。私は、大佐、無事を祈ってるよ、ヘンリー。大佐、諦めろ。さあ、大佐、俺も故郷にいた頃にはよく海を眺めながらウクレレを弾いてた。
体調がですか。意外か。今はこの自動小銃がお似合いだな。あ、この戦争が終わったらセッションでもやるか。はい、喜んで。じゃあ、お前そんな顔もするんだな。お前よくこの放課の中を
校も同じようなものですよ。あんな無茶な長官暇まで見たことがない。自分が先頭に立って攻めてる。そういう人だ。お前どっかで会ったか。戦友なんとか生き延びようぜ。お前こいつは俺に任せた。何やってんだ。戦闘中だぞ。俺もいっぱい戦闘中だ。バカ野郎、敵も味方もわからないのか。電話は、はい、電話回線は各所で寸断され、本隊は総攻撃のタイミングが取れずにいます。ついては別動隊は霧が明ける前に突撃し、敵大型機銃座を破壊、障害を取り除くと破壊と信号弾で、それを合図に本隊は突入する。無理だ。この中をどうやって前進しろって言うんだ。少しも収まってきたぞ。あの岩の上からなら敵の機銃座をこのバズーカで狙える。集中砲火が収まってる今ならいける。隊長見てください、敵は俺たちの位置をもっと先だと思ってます。栄光弾の高さが上がってるのが証拠です。今がチャンス。大丈夫、俺とテレビあの機銃弾をやらせてください。待って、もう少し様子を見よう。ゴーフォーブロークですよ。援護よろしく。行くぞテレビ。おい待て、これは罠だ。ヘンリー、おいヘンリー、どうしてヘンリー、あれはドイツの罠だ。わざと栄光弾の高さを上げて、銃はそれより低い位置。なんてこった。ヘンリー、しっかりしろ。思い出した、あんた、あの頃。もういい、もう喋るな。言ってくれ、あれは命令で。何だって。あの子に謝って。分かった、すぐに伝える。だからもう喋るな。そうか、スーって言うのか。おい、返事しろよ。俺はまだお前のこと殴ってないんだぞ。このバカ野郎、返事しろよ。もし結局僕たちはアメリカに仕組まれて戦場に送り込まれたんだ。どういうことだよ。あの兵力不足で悩んでたと聞いた。きっと問題解消のためにわざと僕たちが志願するように仕向けたんだ。じゃあ俺はママとそれによって仲間の二世たちを違う。黙れ。お前たちはアメリカ市民を主張してるんだろう。今は国は戦争してるんだ。戦うのは国民の義務だ。義務なんかじゃない、この試合が義務なんじゃない。そんなことは百も承知なんだよ。生きるために戦えと言ってるんだ。てめえと、てめえの女と、国に残した家族のために、その未来のために。未来のためにテリー、あそこまで這いつくばってでも行くぞ。大丈夫、未来のために。大丈夫、大丈夫。よし行け。俺が左に展開したおとりくらい、俺が合図したらパッと向こうへ。ジョーはその辺行こう。この間にお前らは右側のルートを取って、あの岩場に取り付け、わずか狙いつけられた俺たちが一番敵を引きつける。絶対にしくじるんだ、ラジャー。よし行くぞ。俺は人は殺さない。あれわからないのか。そうしてることでお前は人を殺してることになるんだ。援護者、めちゃくちゃ。ワン、ツー、スリー。じゃあ正直言うと俺はゴキブリが苦手でな、ケリーにいつも始末を任せてた。苦手から逃げてたんだ。俺と蔵を守るために自分の主義すら甘みを落とした。そこまでしてくれた家族を俺は守る。それだけだ。あいつだ。じゃあお前の生き方だ、好きにしろ。じゃあな。やめろ。こっちの方が目立つだろ。来いよ、なくちゃろ。でもこのままじゃ隊長もバットも死んじまうよ。だから無駄にできないんだよ。でも本当に死んじまうよ。まだだ、絶対に外せないんだ。もう少し先だ。くそっ。